キングズベリー・ランの屠殺者、または、クリーブランド同体殺人者とは、アメリカ合衆国オハイオ州のクリーブランドで1930年代に、犯行を重ねた、正体不明の連続殺人犯。キングズベリー・ランとは、最初の犠牲者が発見された地のことで、クリーブランド・ピッツバーグ間鉄道が近くを通っていた。この連続殺人事件は、 アルカポネの摘発で有名なエリオットネスが捜査に当たった。1935年から1938年の間にクリーブランド周辺で12人が残殺された。曲がりなりにも身元が判明している犠牲者は第2、第3、そして第8のみで、これらの例外を除き犠牲者の身元は今もって不明のままである。当時世界恐慌は未だ収まらず。 クリーブランドでも、クリーブランドフラッツと呼ばれたスラムが発生、生まれも育ちも定かでない仮想民が群れをなして、流れ込んでいた。社会的ネットワークから切り捨てられた彼らは、残虐極まりない犯行に対してもほぼ無力であった。クリーブランド同体殺人者による犠牲者はすべて残首されており、しばしば死死が切り取られているものや動画半分に、 切断されている異常なものであった。その切断面は滑らかであり、犯人が肉体の切断について技術と経験を持っていたことを伺わせる。また多くの場合残種そのものが犠牲者の死因となっていた。男性の犠牲者の大半は虚勢され、中には科学的処置が行われた痕跡が見られるものもあった。犠牲者の多くは死後。 かなりの時間が経ってから発見されただけでなく、中には頭部が発見できない遺体もあったため、この点からも身元の特定は困難を極めた。この殺人犯が犯行を重ねていた頃、エリオットネッスがクリーブランド地方政府の警察署と消防署と付属機関を統括する地位である公共治安本部長に就任した。 ネスはこの事件の解決に尽力し、最後の犠牲者が発見されてから2日後の1938年8月18日には、住民を収監した上で、スラム街を破壊、犯人が被害者を物色する場をなくそうとした。これ以降公式に認定された犠牲者はいないが、最終的に犯人逮捕に失敗したネスは、アルカポネの検挙という経歴にもかかわらず、 犯行が止んだ4年後に刑事人生を終えることとなった。身元不明、または疑わしい10名についてはそれぞれ、ジョン・ドー、またはジェーン・ドーと表記する。前述の通り公式の犠牲者は12名とされているが、近年の調査によりこの殺人犯による犠牲者数は、もっと多かった可能性が示されている。第一には、ザ・レディ・オブ・ザ・レイクと呼ばれる。 エリー・コハンで1934年9月5日に発見された身元不明の女性の遺体である。この女性の発見場所では後に第7の犠牲者も発見されている。研究者の中には、レディ・オブ・ザ・レイクを第一の犠牲者、あるいは0番目の犠牲者と呼ぶ者も,もいる。またクリーブランドから南東方向にあるペンシルベニア州のニューキャッスル市では、 1936年7月1日に、頭部のない身元不明の男性遺体が有害者の中から発見されている。この町では、近郊の湿地において1921年から1934年までと、1939年から1942年までの間に切断された複数の遺体が発見されている。また1940年5月3日には、 同種アレゲーニー郡マッキーズ・ロック地区で、有害者から、頭部のない3名の遺体が発見されている。これらの遺体の損壊状態はすべて、キングズベリー・ランの屠殺者によるものとよく似ている。他にも1950年7月22日に、推定で6から8週間前に殺害され、クリーブランドのダベンポート通りで遺体となって、発見されたロバート・ロバートソンについてもこの、 殺人者との関連が指摘されている。認定された最後の犠牲者発見からすでに10年以上が経過していたが、これまで挙げた犠牲者と同じく頭部が切断されていた。これら多数の被害者のうち本事件と関係があるものはどれなのか専門家の中でも意見は分かれており、中にはクリーブランド警察の刑事主任、ピーター・メロロのように、クリーブランドやヤングスタウン、 ピッツバーグ付近で1920年代から1950年代にかけて40人以上が殺害されたと信じる者もいる。容疑者とされた人物は多数存在するが、中でも次の2名が特に有名である。フローレンス・ポリリオ殺害については、クリブランド市民、フランク・ドレシャルが1939年7月に容疑者として逮捕されている。彼は、 捕虜を殺害したことを一度は認めたが、後に犯行を自供するまで暴行をされたとして、自白を撤回、8月24日、オハイオ州、カヤホが軍刑務所で不審な死を遂げた。死後の調べで遺体には、肋骨の骨折が見られたが、彼が6週間前に逮捕された時には、そのような傷を負っていなかったと友人が証言している。研究者の多くは、彼が、 ポリーリを殺害に関与していないと見ている。容疑を強く疑われた人物として、フランシス・イーソウィーニー博士が挙げられる。博士は、第一次世界大戦中に医療部隊に所属し、戦場での外科手術について、豊富な経験を持っていた。後年博士は、クリーブランド地方政府の公共治安本部長として一連の、 殺人の捜査を指揮していたエリオット・ネスの尋問を受けた。尋問中、博士はポリグラフを使用した2回の嘘発見テストで、白とならなかったと伝えられている。テストは2回ともポリグラフの専門家により行われ、担当した専門家は、ネスに、本星は、あなたの手中にあると述べた。ネス自身、博士を特別に、 ゲイロード・ソンドハイムという暗号名で呼ぶなど強い関心を持っていたが、博士を卒追して成功する可能性は低いと感じていたようである。博士は、ネスの性敵である、会員議員、マーチンエル・ソイーニーのいとこにあたり、議員はネスが殺人犯の逮捕に失敗していると批判していたのである。また、議員は上述のフランク・ドレシャルを逮捕した保安官とは、 婚姻を通じて、親類関係にあった。博士は、尋問を受けた後に入院し、以降、病院から病院へと入退院を繰り返した。博士の入院後、警察は博士を、容疑者とみなす手がかりや関連性をそれ以上、見つけることができなかったが、一連の殺人もやんだ。博士は、オハイオ州デートンの退役軍人病院で1964年に死去した。 1950年代まで、ネスとその家族の元にはあざけりや嫌がらせ、脅迫のハガキが届いていたが、これらが博士が病院から書き送っていたものかどうかは不明である。クリーブランド胴体殺人事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。